もまさるこです。ではラスト続きをやっていきたいと思います。今日も皆さんもしよかったら見てください。よろしくお願いします。ただ今日も、ファームをただただ頑張る日になっておりますが、ご了承いただければと思っております。ということでだ、ただあれなんだよね、やっぱ目標はワークベンチ2を作るか、2ってどこにいる？これワークベンチ2がいないよ。ワークベンチ2がいないよ。アイテム。1と3はいるのに、あ、ここか。スクラップ、まあ、500を貯めてやるか、それか、ちょっと、探して、ここだよね。ここのらへんのさ、ところにあれがあったんだよね。ワークベンチ2が売ってるところが。なんだよね。1750。1750か。どうなんだろう。他ちょっと探してみる。ちょっとワークベンチに。ワークベンチに。一旦今探してみようか。ここはあれだね。ワークベンチに。わ、1900。だったら、こっちの方がいいな。やっぱり予算だから違うでしょ。ないか。いや、これスクラップ500を貯める方がいいのか。どうなんだろう。どうなんだろう。ちょっと一通り見ますけどね。すごい、めっちゃあるやん。セミオートピストルとか50火薬100以上で買える。ここ周辺はなかった気もするな。ないね。すごい、めっちゃある。ここすごいな。あ、近くなんだ。でっかいとこか。セミライめっちゃ売ってる。セミライだらけ。意外に売ってないか。ここ全部あれか。確かトンブソン。500スクラップ集めた方がいいか。これは地があんまりないんだね、家が。あ、ここに肥料。どっちにするかだな。どっちかな。どっちがいいかな。あ、終わっとる。もうこれは焼かなくてもいいかな。これは取っとくか、一応。こっちに入れといてか、焼く。で、今いくつあんだ。いいよ。2000あんの。ちょっと待って、2000ある。ここのとこいくつ必要だったっけ。どこだっけ。ここか。 2のやつ。ワークベンチ2。1750買えるな。買い行くか。1750で、スクラップが20いるんだよね、手数料はね。これも忘れちゃいけない。20いる。
よし、これでちょっと買いに行くか。で、ここ、どうせだから、もうしとく？これ。あれ？ちょっと待って。あれ？もう一個もう一個。押して。もう一個もうしとこう。よし。じゃあちょっと行ってみようか。マクメジニアを買いに。あ、なんか成長してる。なんか隣のこんな大きいとこあったっけ？怖っ。え、なんかみんな成長してる。成長してるよ。キノコはもらう。キノコはいただいた。あ、キノコキノコ。こっちのキノコもいただこう。すごい寝袋の数。すごいぞ寝袋の数が、なんか知らないけど。あ、ヘリコプター買ってる。ヘリコプター買ってたね、今ね。私はこれカンカンする。何何、やめてやめてやめて、私は何もしません。え、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 怖い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 。練習してるのかな。あ、なんかいっぱい人いない？なんか今日にぎわってる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 。買い物、お買い物、私のお買い物の定位置、定位置だ。もうなんか向こうにいるから怖いから、ここで買おう。で、どこだっけ？ここだよね。ここの、これのワークベンチ。これで2だよね。これをこうして。よし！買えた！すごい、直してくれてる。ね、直してくれてるよ。来た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 。あ、なんか他の人もドローンで買い物してるかな。音がつる。誰かが来てる。あ、なんかすごい賑やか。賑やかな。すごいね、やっぱね。公式サーバーとなれば皆さんこう計画的にそういう戦いをちゃんとやってる感じがするね。よし、今着いた。今着いた。今お買い物しています。ドローン選手が今お買い物をしています。頑張れ頑張れ、ドローン。負けるな負けるな、ドローン。よし、帰ってきた。気をつけてな、帰り道な。上をずっと、あれが飛んでるな、ヘリコプターが。ヘリコプターがずっと飛んでる。これ、マサルコ帰り、これ狙われるんじゃないか？あ、なんか倒してるよ。誰か買い物して、このカタンカタンっていう音はあれだね。布を多分、スクラップに交換してるあの坂を登ってる音だね。みんなすごい活動的。すごい活動的。そんな時間にインしてしまった。みんなが活動的な時にインしてしまった。大丈夫だろうか、マサルコは。あ、大丈夫？ドローン止まってんだけど。今大丈夫だった？不安になるな、動きが。大丈夫？このドローンがさ、撃たれちゃうってこともあるの？それはさすがにやっちゃいけないからないのかな。やっちゃいけないっていうか。うん、あとちょっとじゃん。
来た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 、音がした。来た？来た。よし、ほら、あの人あそこ頑張って、登ってる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 。頑張れ、頑張れ。頑張れ、頑張れ。で、私はちょっとだけ、ちょっとだけいた。すごい、すごい、すごい。寝てる人増えてるんだけど、ここで。ここで寝てる人が増えてる。これだけちょっと。ジュースクラップだけでもちょっとね、持ってってと。よいしょと。で、これを家まで持って帰りたい。こっちだっけ？あれ？ちょっと待って。あ、こっちじゃないね。こっちじゃないね。こっちに近道はね。こっちじゃないね。マツボスで寝てる人が増えてきた。買い物してる。みんな買い物してる。買い物してる。私は帰るよ。狙わないでね。すごい、どん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 音がすごいけど。狙わないでね、私のこと。このうちの周りが若干賑わってきたのが気にかかる。これで一回ワークベンチ一応閉まって2を出して、そうすることによって、あれが作れるね、もうセミライト。覚えたものを忘れた。弾を覚えたんだよね。で、これも凝りたいけど、今はちょっと我慢、今は我慢で、一旦家に帰ることが先。家に帰ることが先で。怖いな、そこの拠点。そのすぐ隣。大丈夫かな？あ。じゃあ、ここをちょっと一応しまってだね。この一応だね。一旦しまってだね。これをだね。そこドア閉めて。これかな。よし。これで今どんな感じだっけ？途中だけ、そうだね、セミピスと、そうだね、この弾を覚えてんだね。あと、だから、フラッシュライトって、ワークベンチ1だっけ？フラッシュライトとかは1だっけ？ここにないってことは1か。フラッシュライトは。という、おう、ということは、フラッシュライトも買う？すごいな。レイドしてる。ちょっと待って、フラッシュライトも売ってるとこあったよね。間違えた。売ってるとこあったよね、どっかに。フラッシュライト売ってるとこどこだっけ？どっかあったんだよな。こっちの下だっけ？下の、違うな。ナイトビジョンじゃなくて、どっかにあったんだよ。どこだ？ここじゃないか。もう売り切れちゃったかな？あれ？どっかにあったんだよな。ここか、やっぱり。ウェポンフラッシュライトあった！ 100 鉱石で買えるじゃん。え、買えるじゃん。ちょっと待って、今鉱石ちょうど持ってない？ 100。ってことは、ちょっともう一回。もう一回行こう。もう一回行こう。もう一回行こう。ちょっと待って。もう一回行こう。これここに置いて。で、ちょっとこうして、こうして。で、スクラップ。スクラップ、向こうで稼ぎゃいいか、20。看板を叩きゃいいんだもんね。看板を叩こうじゃん。よし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 。いいぞ。こう一回に行けばいいのにね。こう何回も何回もこのね、手間を。逆に手間を
わざとかけてるんじゃないかって思わないでくださいね。まず、この効率の悪さも込みで見ていただけたら効率の悪さ込みで見ていただけたらありがたいね。あ、帰っていったヘリコプターの人が、ヘリコプターの人が帰っていった。このあれってすごい難しいって聞いたよ、操作するのが。まずこれには無理ってことやね。だからつまり、つまりは無理ってことじゃろ。もうちょっとやる、ちょっとこうやれる。もうやってたらもうたまるでしょ。よし、だけもらって、でここも看板叩いていくか。そうすることによってもうこの手数料が稼げるんじゃないか。おお、お、君はどこだい、君はどこにいるんだい。あ、いた。はい、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。なんか来た、なんか来た、後ろから。なんか来た、ごめんなさい、ごめんなさい。あれ、リサイクラー、あった、こっちか。リサイクラーで、まずリサイクルしちゃいます。あ、でもダメだ、ウェポンフラッシュライトを覚えるためのスクラップがない。ちょっと、ファームしないとないや。手数料だけあっても、でも足りないし、手数料もちょっと足りないし、手数料が、手数料足りないよ、手数料足りない。看板をちょっと、私はちょっと看板を、なんか追われてた今。なんか追っかけてる、追っかけてくる、追っかけてくる、怖い怖い怖い。何、やめて、何も持ってないよ、私何も持ってないよ。え、殴られた、違うか。この人何？自暴自棄？自暴自棄か？どこどこ？どこどこ？あなたのカンカンはどこ？これで一応手数料はゲットできたけど、手数料だけでは。あ、なんかすごいでっかい戦闘機。あれはあれか。なんか、C なんとか4みたいなやつか。C なんとか4みたいなやつ。これさ、ウェポンフラッシュライト覚えるのっていくらだろう。125とかいりそうだよね。いりそうだよね。ちょっとぐらいじゃ無理だよね。50とかじゃ無理だよね。ちょっとぐるぐる回るか、近場は。怖いから。ちょっと近場でなんとかするか。ここでぐるぐる回って。あ、豚ちゃんは大丈夫よね。アウトポストの中の豚ちゃんは平和主義よね。ブーブー。はい、ブーブー。ブー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 。上手上手。ブーブーが上手。ブーブーが上手上手。ここら辺はあんまり、あそこに地下行きたいね、地下。地下も行きたいけども。ここはセーフゾーンか。ギリギリセーフゾーン？ないんかい。ないか。セーフゾーンだからみんなやるか、さすがに。なんかカンカン音がする。これセーフゾーンだよね。大丈夫だよね。あ、取られちゃった。取られちゃった、セーフゾーンのやつ。
石でも、石もセーフゾーンで大丈夫なんだっけ？なんかしても。怒られないんだっけ？おっと、大丈夫？ラグいぞ。大丈夫かな？ちょっとラグい。ちょっと周囲の看板を、私はちょっと。ないな。足りないよな。これだけじゃ。ウェポンフラッシュライトを買ったとて、それを覚えるためのスクラップの計算をするの忘れた。看板を集めるしかない。意外に看板が効率的にはいいんじゃないか。勝手に思っている。思っているが、ここら辺の看板もちょっともらおうか。この人さっきからうろうろしてちょっと怖いんだけど、なんか私と交流を持ちたいのかな。違うには看板ないか。違うとかに、ちょっと失礼しますね。看板どっかに。確かに。ただここがね、ここがキャンプ地ね。ここリゾート地。夜になるとここなんか風景がすごい。そうだ、上にもあれがあるんだよね。なんだっけ。カジノみたいなやつ。一旦ちょっとリサイクルするか。どんぐらいになる？あ、倒れてた人いなくなった。わーい。いや、全然足りなそう。多分、ウェポンフラッシュライトだけで125とか必要そうな気がするんだよな。ちょっとせっかくだからここで。ただちょっと周り物騒なんだよな。無理すると奪われそう。一旦ちょっと買っ、とにかく買ってみるか。買って、一回ここでリサーチしてどんぐらい必要だったかを見て、からでもいいよね。一旦買い物して。近い近い。この、これだ。よし。よかって。で、これを覚えるけど、多分、スクラップが足りない。スクラップが足りないけど、一旦先に覚えておいて、で、あと、服がね、全然、そういえば覚えてないから、服を、ここで買って覚えるか？服買って覚えた方が早いのかな。その順序だって全部タンクトップのところから行くっていうあれよりも、その方が賢いような気もしなくもない。すごいね、ここのアートボスはきっとこの配送料20スクラップで儲けてるんだろうな。それで成り立ってんだろうな、ここの。こことあとカジノみたいなやつか。なんかルーレットみたいな。多分ね、マサロコのやつ、ウェポンフラッシュライトって125とかだ気がする。覚えるためのスクラップ。もうちょっとここで遠くまで行ければな。こっちのアウトポストのさ、ここはちょっと道が怖いんだよね。今、どんどこやってたけど。こっちも今人いたしね。結構みんな活動的だよね、ここの周りの人。こっち、行ってみる？
それがちょっとウェポンフラッシュライト持ったまま。やだー、ちょっと。すごい、アサルトライフル600で買えるよ。でもこれはアークベンチ3だよね。3がないと作れないやつだよね。あ、来た来た。お帰りよ。お帰りよ。お帰りよと。よし。ちょっと、どんぐらいかかるか見に行こう。失礼。今ちなみに、68、絶対覚えられない68じゃ。待って、75？待って、もう常勤売ったらよくない？ちょっと待って、常勤売ったらよくない？じゃあ。ちょっと待って、希望 75？ たったの？そんだけでいいの？マジ？これ売ろう。え、もうこれ売ったらもう覚えれるじゃん。勝った。勝ったな。勝ったな。よし。こっから入っちゃおう。もうこっから入っちゃおう。やった！覚えれる覚えれる。ナイスナイス。ナイスだよ。よしよし。よし、覚えた。完璧な動きじゃない？これちょっと。ちょっとさ、13スクラップだしさ、ちょっとギャンブル。ギャンブルやってみる？こっちだよね、確か。13を元手に。13を元手に。誰もやってる人いないじゃん。誰もいない。もいないから、こう堂々と、ここに座ってだ。よし。ちょ、ここあんまり良くないな、席。ここのが正面か。よし、正面だ。で、して。で、これは17秒。まあ、ここにかけてみる？全部。あ、でも今3が出てるのか。でもまあ、1が一番多いから、1とりあえずかけとか。もう、ちょっと優雅な遊びよね。一回。頑張れ、頑張れ。1、1、1、ラグ。大丈夫。クレ556塗らないと、それもうちょっと、なんか動きがさ、変だよ。これクレ556やった方がよくない？おっと？倍になった。倍になったから、そこ、ちょっと帰ろう。あんまりね、こういうのね。ナイス。倍になった、でも。倍になったよ、みんな。これどうやって降りるの？ここの降り方がさ、難しいよね。これどうやって降りるの？あ、こうしてこう。あー、痛そう。大丈夫か。ちょっと倍になった。やった！ 倍になったけど、これね。こっちか。こちら変えるけど、ちょっと道路覗く？ガームしたいよね。ちょっとね。でも人がいっぱいだから、あんまりやめた方がいいかな。ここの道路。どん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 なっちゃう。人はいる？いるかな？チラッと、ここをチラッと、ここをチラッと、ここだけチラッと。ここをチラッとして。ここをチラッとして、ちょっとこっちもチラッとしてみる。ちょっとチラ、ほんとチラッと。ここはセーフゾーンか。セーフゾーンじゃないの。ああ、いるな。ああいう人がいるのか。ちょっとあの人。お前邪魔。撃ってくの？撃ってくの？嘘。あ、そっか、ここセーフゾーンだった。そうだった。やっちまった。ここセーフゾーンじゃん。やばい。そうだ。マサルカアホじゃん。ちょっとアホじゃん。これ何分？いや、4分もいけない。まあいいや、覚えてよかったね、覚えといて。覚えといてよかったけどさ。やっちまった。
なっちまったよ。サボテンを食おう。サボテン食って。これでもしばらくこれ近づけないと、あそこに。リンゴも食っとくか。リンゴも食っといて。もう食べとこう。だから全然お腹いっぱいになんない。よし。一気に食糧難になった。一気に食糧難。あと3分どうする？木こりでもする？あ、違うわ。あれしよう。斧じゃなくて、あ、作んなきゃダメ？あれ。なんだっけ？ピッケル。ちょっとピッケル。よし。いやー、たまにうっかりしちゃう。ほんと。たまにこのうっかりしちゃう。これはね。やっちまった。今見てる方、ああ、マサルコそれダメって言う、思ったでしょ。ね。思ったけどやっちゃったよね。やっちゃったよね。でもまあ、ウェポンフラッシュライト覚えててよかったよ。よかったよ。倍にした、あれがもう全然意味がな、意味をなさなくなった。まあ、取りに行けるかな、でも。この石をちょっと取って。反省してます。反省してます。反省します。ちょっとこっち側行くと怖いから、撃たれるかもしれないから、ターレットに。でももうそろそろ言うても日が暮れるな。まあ、でかっ。あそこのほんとでかい、あそこ。アウトポストの近くでやっちゃうとこんなに長く、あれなんだね、ダメなんだね。長い時間。ダメになっちゃうんだね。今なんか熊五郎の足音がしたような気もするんだけど、いないね。いないよね。すごいな、あそこの建物。反省してます。石を掘ります。その代わり、みんなのために。皆のために石を掘って、ここら辺にまた硫黄がね、皆さん硫黄が今必要でしょう。このね、硫黄をね、たくさん湧いてくれという思いを込めて反省してます。セーフゾーン近くでサイエンティストを撃ったこと反省してます。とっても、はい、反省してるんで許してもらえないでしょうか。石を掘りますから、頑張って。そろそろ許してもらえる時間じゃない？ダメ、まだ。そう、暗いか。暗いか、もう。もう帰った方がいいのか？帰った方がいいか、これ。もうここの石だけ掘ろう。この、硫黄とね。反省してます、本当に。よし、帰ろう。ちょっと暗くなってる、帰ろう。あ、もうなくなった、もう大丈夫ね。もう私、指名手配から逃れたね。指名手配から逃れてる。大丈夫ね。
あれ、もう一個寝袋なくなったね、そういえば。置いといた寝袋壊されちゃってるの。どこだ、家。あれっぽい。ついてた。もうついてた、家に。よし。で、一旦こうして、反省してますって感じで、反省の意を表明して、石を、に置いて、に石を置いて、で、こう置いて、で、こっちに石を入れて、ちょっといらない、こんないらない、こうして、で、これを一旦置いて、で、このまま自分の、違う違う違う、ここか。ここに行こう。お迎えに行こう。自分を迎えに行こう、一旦。かわいそうな自分を。まさるこ、自分のせいで。今行かない方がいいやつかな。まあでも、今裸だし、別に行っても、行ったところで。これまっすぐ行けば。でもどこにあるか見えないな。見えないか？あ、もうそこら辺だよね。そうね。ここら辺だと思う。けど。あ、ここもアウトポストか。アウトポストで、危なくない？ここにいたら結構。あ、これか。よし。全部勝ち取ったから、勝ち取って、すごいことになってる、すごいことになってる。すごい争い、すごい争いが起こってる。すごい争いが起こってる。ねえ。え、その中でやってんの？そこはレインされてんの今。ちょ、怖いんだけど。ちょ、超怖いんだけど。そこだよね今やってんの。やられてんの。そこレイドされてんの今。怖い怖い、音が大きくて超怖い。そうだ。きっと今そこの建物が、誘導されています、多分。どこ今？え、ここどこ？ちょっと待って、ここどこ？ここは家だ。絶対ここは家だ。家だけど、扉がどこ？扉どこ？怖い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 。え、扉どこ？ちょ、電気つけたくない。けどつけなきゃわかんないか。あ、ここか。怖い。うわ、やっぱそうだ。レイドされてる。今。うわ、あそこがレイドされてるよ。大丈夫か？大丈夫じゃないか。これで見えるかな？ 間違えた。見に行ってみるか、ちょっと。そういうのよくないか？すごいな。見えんな。
これ全部置いて、置いて、マッパで。でもあれか、見えないか。さすがに望遠鏡だけじゃ。見えない。どこがどこだか。こっちの、この上のあたりからさ、見えるんじゃない？うん、どこだっけ？ここだよね、きっと。これいつもここだよね、きっと。こっちの方は見えないな。あれか？あ、あれか？ここが見えない。違うか。この家じゃない。今どんどん言ってたの。なんか突っかかってる。突っかかってる。これがアウトポストじゃん。やっぱそれだよね。まあ、上じゃないね。下から行くよね、きっとね。こんな近く行ったらちょっと。あれ？静まったな。やってます。やってますね。どこ撃ってんだ、今。今、流れ弾が飛んできそうな予感が。ん？見たい、見たい。見たいけど、こんなに近くに行ったら、やられちゃう？僕。多分、入れたっぽいよね、入り口からは。私の好奇心が、まさるこの好奇心が、抑えられない。抑えられない、この好奇心。どこが入り口なの？ここから入った？いや、静かになっちゃうね、怖くて。いや、見に行かなきゃいいじゃんって話なんだけどさ。だったら。今、どんな感じですか？そこから入ってる？あ、やば、明るくなってきちゃった。わ。まさるこがバレる。これ、見に来てることが。あそこから行ったわけじゃないのか。ちょっと後ろに獣はいる？やめて。ちょっと、わかんないな。やめた方がいいか。これなんか持ち帰れるものありますか？持ち帰れるもの特にないですね。じゃあ帰ります。なんかよく見えない。こっちからじゃ見えない。でも今中にも入れたっていう感じなのかな、あの感じは。こっちから見てもわかんないよね。うん、わかんない。あ、びっくりした、びっくりした、びっくりした。やだ、ちょっとそういうのやめて。ほんと怖い。ここのうちの人も怖いけど、ちょっとじゃあ素直に帰ろう。よし。じゃあ今回はここまでにしたいと思います。一応無事にウェポンフレッシュレート。
もう覚えれたということで。本当はこことこことズボンも覚えたいんだよね。ズボンはバークベンチ1だから、まあワードポストで覚えればいいかなっていう感じはするんですけど、まあ、よく言えばこれだけど、まあまあまあいいでしょう。ということで、今回はここまでにしたいと思います、ご視聴ありがとうございました。もしよかったら、チャンネル登録やいいねボタンをよろしくお願いします。もしよかったらでいいです。次回もお楽しみに。ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラー握る。でもいつもお母さんは似ていてばかりで、俺を